本社社殿別当来電神社は、群馬県大浦郡板倉町板倉にある神社。主に、関東地方に点在する、来電神社、来電社の事実上の総本社格であるが、他の来電神社と区別する意味で、板倉来電神社、大神成大臣、和恵和地大臣の御柱。茨城県水戸市の和恵一公大御神、道県筑波市の金村和恵和地神社と並ぶ関東。 三大人の一社とされる。創建は社殿によると、水古天皇六年で、当時は、伊奈良の沼と呼ばれる湿地に浮かぶ小島であった。この地に、聖徳大子が神の声を聞き、誇らを設けてその神を祀ったものとされている。当地を治めていた盾林藩の藩主であった、徳川綱吉が、本社社殿を再建し、後に、彼が長じて徳川幕府の、第五代将軍となるに及んで、 次第に反映するようになった。現在の本社社殿は、天保六年、奥社社殿は慶応四年の造営である。本社社殿には、佐神五郎から十代目の石原常八の作とされる彫刻が巡らされている。明治時代は豪社に列せられ、第二次世界大戦後に宗教法人化された。今日では、雷よけは元より、氷嵐よけや、宝作祈願。 薬除けや安全、特に電気関係をはじめとする諸工事の安全の神として名高い。また、毎年大型連休中の霊祭や春の老媒及び椿が美しい神社としても名高い。霊祭以外にも、主に企業関係者による安全祈願や商売繁盛の祈祷の,祈祷の依頼が多く、5月中旬から初秋までの雷雨の季節を中心に頻繁に行われている。 郷土料理として、生酢料理が有名。ありがとうございます。